チュース、ピースオブケークの翔太です。りょうくんです。さっさんです。今日も最後までよろしくお願いします。よろしく。一光さん、一光さん、こうなってたけど一光さん違います、うん、はい、日曜日のゲーム投稿の日です。ウェイ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 。今日持ってきたのはメイ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 、わかんない。これです。未知の星のすべてのものに名前をつけるワードゲーム。ネーミングセンスが問われるゲームですか、それは。多分。おい、いいですね、うん。なんかね、名前をつけるんですよ、カードに。はい。説明書をね、見る限り分かりづらいんで、ちょっと説明書読みます。はい。まずね、カードがね、こういうなんかね、こんなカードがあるんですよ、いろいろ。この生き物の名前とか、地獄で一番真面目な悪魔とかね、こんなの。俺やで。うん。多分この名前ね、翔太って名前だと思います。悪魔か俺は。ゲームの準備、すべてのカードを裏向きにしてよく混ぜます。混ぜ終えたら裏向きのまま束ねておき、山札とします。だからこれ山札ですね。はい。で、これここに、うん、これここら辺置きます。はい。山札の上から1枚を表向きにして山札の隣に配置し捨て札とします。各プレイヤーは山札の上から1枚を引き裏向きのまま自分の手元に置きます。これを得点カードと呼びます。で、これ1枚ずつ、これが1点となります。はい。こっからゲームが始まります。で、ゲームの流れ方として、トイレから最も近い位置に座っているプレイヤーが最初の名付け親となります。僕ちゃんです。はい。で、名付け親以外のプレイヤーは回答者となります。ステップ1、名前をつける。はじめに名付け親は山札から1枚引き、手札として回答者に見えないようにお題を確認します。どんなお題か確認したらその名前を考えます。まあここですね、この山札から1枚取ってこういうのが出た場合に、優しい怪獣ジャンボまあこれね、あの世の中にある言葉をつけてもいいし、勝手な名前をつけてもいいんですよ。はい。翔太が考えた名前を言います。ジャンボで、親が言ったら、それに対して回答者が全員でジャンボと同じ風に言わなきゃいけない。はい。はい。でですね、これが正解札となります。外れの準備。これプラス、手札が最大4枚なんで、プラス3枚まですることができます。はい。それなんで、試しにプラス3枚。すると、これが外れのやつですね。左から、ブーバ、キキ、ホニャララってなってるんで、こうなってるんで。ジャンボ。ブーバ、キキ、ジャンボ。で、あの木の名前ジャンボ、はい、魔法少女マジカルジャンボで、優しい怪獣ジャンボ、はい、それに対して回答者がせーのでドンって選びます。まあ、例えば俺らが左からブーバキキジャンボで、りょうくんが魔法少女マジカルジャンボ選んだとしたら、2人とも外れなのでこのゲームは流れます、ボツとして。ただし、りょうくんが優しい怪獣を選んで、おいらがあの木の名前を選んだ場合、片方正解してるじゃないですか。はい。この場合は採用になります。お、また、おいらとりょうくんが優しい怪獣を選んだ場合、正解が2人になりますよね。はい。こういう場合もボツになります。それなので、正解したプレイヤーは1枚獲得なんで、こっから1枚、山だから1枚取ります。名付け親、この場合翔太ですね、はい、僕ですね。外れたプレイヤーの人数分の枚数を獲得、採用になった時にだけ得られる権利あります。あ、分かりました。ボツになったらなしですね、はい、採用されたカードはここにね、あの並ばれます。ゲームの終わり方、採用されたカードが合計でプレイヤー人数プラス3枚に達した時点、この場合でいくと6枚達した時点でゲームは終了。はい。うん。最終的に手元の得点が一番多い人の勝ち。あ、 OK です、はい。ということで本日はこのメインメインになるゲームをやってみたいと思います、はい、うん、まあ、あの忘れないうちに本編いきたいと思います。ということで本編の方ご覧ください。ジャンボとりあえず準備、あ、優しい怪獣出てきちゃった、うん、あ、残念。ジャンボージャンボーじゃねえよはい、まず1点です。はい、1点です。はい、1点です。翔太からだね。あ、僕からですね、うん、トイレに近いんで、はい、じゃあ行きます。はい、ピスケで行きますピスケ、じゃあ僕は2枚追加します。行きます。はい、
飼い猫の名前ビスケ、人類を裏切る最初の AI ビスケ、初めて見る牛肉の部位ビスケ。せーの、おい。おー、正解は飼い猫の名前ビスケです。あ、やったやった。じゃあ翔太が1ポイントとおいらが1ポイント。じゃあ行かしていきます。はい、単語。単語、はい、単語。単語、単語。僕も2枚追加します。チェスにおいて両者が勝利する現象、単語。遊牧民の移動式住居、単語。マッドサイエンティストドクター、単語。せーの、おい。あー、ボツー。で、正解は、正解はチェスにおいて両者が勝利する現象、はい、単語です。ボツでーす。はい、じゃあ、はい、おいら。ニューヨーク。ニューヨーク、うん、じゃあ、3枚プラスします。お、はい。通貨単位1ドルおよそ200ニューヨーク、アミューズメントスパニューヨーク、黒船に乗っていたペリーの友達ニューヨーク総合格闘技世界王者ニューヨークヒョンマン。 OK、 はい、せーの。正解はアミューズメントスパニューヨークでございました。あー、流れましたね。濃淡ですね、はい、じゃあいきます、はい、では午後の紅茶で、これは、はい、2枚追加します、はい、海外アニメーションのキャラクター、午後の紅茶。ミミズのこの部分の呼び名、午後の紅茶。ダジャキオはカリカ派と午後の紅茶派に分かれる。せーの、おい。あ正解はミミズの知らんが午後の紅茶です。残念。ミートボール伯爵です。ミートボール伯爵。ミートボール伯爵、はい、3枚追加します、僕も。じゃあ行きます。はい、凶悪コンピューターウイルス、ミートボール伯爵。古代アステカのソロ版、ミートボール伯爵。くっしゃみ、しゃっくり、あくびを同時にした音、ミートボール伯爵。指に巻きつけるお守り手芸品、ミートボール伯爵。せーの、おい。おい、何しとんねんや。え、正解は、正解はくしゃみ、あくび、しゃくりが同時にした音、ミートボール伯爵。一番それ噛んでたからないなと思ったんだけど。はい、トンタタン。トントトンが名前ですか。はい、トントトン。じゃあ2枚追加します。オリジナルカクテル、トントトン。あらゆる悩みをスッキリさせる市販薬、トンタタン。いい子にしてないと、トンタトンが来るよ。よし、来た。はい、せーの、はい。りょうくん正解、市販薬でございます。やっと得点を。くそー。じゃあ行きます。はい、じゃあさっさんでいきます。さっさん、はい、はい、じゃあ2枚追加で、はい、4500円の掃除機ロボット、さっさん。ロボット掃除機やった。ゴリラ大相撲の決まり手、さっさん。ロシアのグミ、さっさん。せーの、はい。おお、ロシアのグミ、さっさんです。なんで俺くんや。リモコン男子です。リモコン男子、リモコン男子、はい、2枚追加します。はい、じゃあいきます。はい、スイスの食器ブランド、リモコン男子。かつて存在した日本のゲーム会社、リモコン男子。ユリエとピカリの子供、リモコン男子。果たしてどれでしょう。せーの、おい。おい、なんやねん。ここで仲いいのいらんのじゃ。正解はユリエとピカリの子供、リモコン男子でした。もう子供グレンで。トグーロ、トグーロ。じゃあ2枚追加します。はい、メギゴで油、トグーロ。収穫と捕獲の神、トグーロ。多国籍料理の店、トグーロ。ありそうだな。せーの、りょうくん正解。おぉ、収穫と捕獲の神。おい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 。猫、エジプト西部の砂漠にある町、猫。天空の遺跡、猫。年会費5万の猫の会。よし、決まりました。せーの、はい。年会費5万円の猫の会です。だから俺勝ちじゃねえんだよ、これ正解しても。俺勝ちじゃ、1枚足りないよ、俺は。すごい、ね、終了。飼い猫の名前から最後猫の会で終わって。年会費5万ですから、うん。じゃあ結果発表、はい、
僕は4枚4ポイントです。おいら5枚5ポイントです。僕は6枚6ポイントです。お素晴らしい。素晴らしい。なんだろう、センスが出るね。まあでも、面白いんじゃないですか。うん。でもね、3人でやるとダメですね。かぶる要素が高いっす。でもこれ人数が多くなったらなったで、親のポイントが得るのが大きくなるから、もっと点数が動くんだと。うん。もっと面白いですね。うん。はい。途中からオイラの名前いじってたよね。本当にそんなことないですよ。ピースオブケーク、キスケ、チャッチャン、サッサン、目の前にあった午後の紅茶どういうことやねん今日はこの辺で、はい、終わりますか、はい、ということで今日も動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。次回の動画もぜひご覧ください。はい、それではせーの、チャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。今回の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それではせーの、チャオ。